ボーンホルム島の一ボーンホルム島はバルト海上にあるデンマーク領の島。スウェーデン南部スコーネ県とドイツ、ポーランドに挟まれている。人口5万人。行政面ではデンマーク首都地域のボーンホルム基礎自治体を成している。かつてはボーンホルム島と周辺の小島でボーンホルム県を成していた。バルト海の宝石と称される。ボーンホルム島は 東ゲルマン語群のブルグント族の故地であるという伝承もあり、地名や考古学上の証拠による裏付けがある。300年頃、ブルグント族の島の意味する名前を持つ、ボーンホルム島から突如人々の姿が消え、ほとんどの共同墓地が使われなくなり、少数のいくつかの墓だけが使われるようになった。ストヤーナ、インナーマン1925、176。 1658年のロスキレ条約で一時スウェーデン領となったが、1660年のコペンハーゲン条約で再びデンマーク領となっている。デンマーク本土には遠く、コペンハーゲンからのフェリーでは4時間かかる。このため、コペンハーゲンからはフェリー連絡バスか鉄道でスウェーデン領土を経由してスコーネ県のイースタッドから高速線で行くのが普通である。また、 ドイツ、ポーランド側からのフェリーもある。フェリーターミナル、空港のある、中心都市レネから、島内各地に、バス便がある。ボーンホルム最大の町は、島の西岸にあるレネで、人口1万5000人。他に大きな町は、ネクセネクソ、オーキアケビューオーキルカブー、スバネスベニカ、グルイエムグーディエム、アリンエサンドビアリンゲサンドビグなど。主な見どころは、 ハンメルシュス・ハマーシスの境界遺跡、島内に多く見られる、円形教会、ランドカーク、ラウンドチャーチ、クリスチャン・クリスティアンソ島の要塞など。産業は、農業、特に畜産が盛んで、良質の乳製品を算する。ちなみに、デンマーク産のブルーチーズの半分は、ボーンホルム産である。また、工芸も盛ん。移住して、アトリエやスタジオを構える。 工芸作家が増えている。バルト海西部の戦略的要衝であり、第二次世界大戦中はナチスドイツの占領下にあった。ソ連軍はドイツへの反抗の一環として1945年3月から島に激しい砲爆撃を浴びせ、5月に占領。ドイツ領でなかったにもかかわらず、1946年4月まで撤退しなかった。現在、島には北。 大西洋条約機構のレーダー基地が設置されている。また、1980年に、ポーランドで、独立自主管理労働組合、連帯が結成され民主化運動が進んだ際には、ポーランド国内でのテレビ放送の電波をこの島で傍受したものが、西側のテレビ局に配信された。島の旗として、デンマーク国旗の白十字の中に、緑十字が入っているものと、 白十字の代わりに、緑十字が入っているものの2種類あるが、いずれも公式には承認されていない。緑色は、島の緑を表すとされる。レネ・ハンメルシュス遺跡マーチン・アンデルセン・ネクソ原作の、征服者ペレは映画化されている。小惑星ボーンホルムは、ボーンホルム島にちなんで命名された。ありがとうございます。